千人を中心とした部隊は一致団結し結界を張ることに成功する。その結界内でカグヤとガイアは術を決行。気がつくと連合軍はイゴドラシルの内部へと転移していた。果たしてハデスがオーディンを打ち滅ぼした前の時間に戻れているのか。それを確認すべく連合軍はミーミルの泉へと進軍した。ミーミルの泉はこの先だ。以前ハデスがオーディンを滅ぼした時には冥府の者たちであふれかえっていたが、一見した限り今泉を守っておるのはオーディンの手の者のみとなれば、おそらくオーディンはまだ生きていると。かぐや殿とガイア殿の時を渡る術は大成功だったようだ。よかった、やったわね、かぐや。はい、無事にお役目を果たせて嬉しゅうございます。お二人が作ってくれたこの好機、決して無駄にはすまい。何としてもオーディンを救い出さなければ。うん、こうしている間にもハデスが近づいてきているやもしれぬ。急ぎミーミルの泉へ向かうとしよう。この機会を逃せばもうオーディンは救えないわ。一刻も早くミーミルの泉へたどり着かなくちゃ。踊り続けた。ならば西の神殿はガイアに任せるとしよう。わしは人の子らと共に東の神殿へ向かう。今こそ攻勢に出よう。わかりました。それじゃ、ガイア殿には紹介殿と勝家殿、ゼウス殿には義経殿と俺がお供するとしよう。さあ遊ぼうか。踊り続け。いずれ退路が必要になるはずだ。私はここで拠点を死守しよう。危険な役目なれ。あぬしならば任せられよ。敵将、さよならだ。父の力に。皮肉なものだな。復讐を誓った相手を救わねばならない。トキ、君の気持ち察してあまりある。だが世界を救うためだ。今はこらえてくれ。任せる。これは大面へ向けの裏道だ。神殿の後輩から奇襲するってのはどうだい。すごい、イカズチよ。一度戦った戦場に再び降り立てるとはな。かぐやの力は実に見事だ。以前もこうして時を渡り多くの命を救った。ならばこたび過去を変え、皆の未来を救うのみよ。ヘイよ、大地、何、光よ。貴様ら、どこから現れた。まるでお手本みたいな動揺ぶりだ。奇襲作戦うまくハマったようだろう。冴えているな、ロキ。さよならしたわ。私も負けてはいられない。親分と親通れるようになったか。では遠慮なく進ませてもらおう。いいわ。よし、準備は整ったようだ。早速我が力を送るとしよう。お呼びとは。父
上が東の神殿を抑えたようだ。私たちも急ぎ続かなくては。これでよしっと。さあ今こそ攻勢に力を注ぐ。はあ、十分に注いだはず。泉への門よ、開いて。やったわね。さあ、ニーミルの泉へ急ぎましょう。ここまで踏み込んでくるとは。だ、私の邪魔はさせ。抱きしめてあげる。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。いけない。泉にハデスが現れたわ。みんな急いでちょうだい。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。さあオーディン、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさか利用していたというのか。俺を言うと足の力を得るとしたらこの私を。そこまでだ。オーディンの命お前に取らせるわけにはいかぬ。ゼウス、抱きしめてあげる。そうか、何もかも全てを見通すというわけ。任せるがよい。貴様何を企んでいる。冥府で私に力を貸したのはなぜだ。お前に話すことなどもう何もない。さっさと魂をいただくとしよう。さあみんな行こうよ。終わりました。役に立つ。さすがさすが、大変なご家族。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。ハデス、まだ間に合うわ。これ以上バカな真似はやめなさい。やれやれ、まさか全部バレていたとはな。けどこれはこれで面白くなりそうだ。さあ冥府の戦士たちよ、存分に暴れてやれ。オーディンを血祭りにあげるのだ。抱きしめてあげる。何の邪魔だ。なぜお前たちが私を救う。今悠長に説明している暇はないの。つべこべ言わずについてらっしゃい。あなただって分かってるはずよ。ここを生き延びるには私たちと行くほかないって。やむを得ない。任せるがよい。東側はもう冥府の者たちに抑えられているわ。敵の少ない西から脱出するわよ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょうか。いいわ。もう逃がさんぞ、オーディン。さよなら。
小賢しい魔女。急いで門を守る怪物を倒そうよ。このままだとオーディンが危険だわ。仕方ないわね。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。その揺るぎない強さ、私も見習わせていただきたいものです。仕方ないわね。さあみんな行くわよ。はっ、終わりました。元気をあげる。お見事、御意のままお進みあれ。お前の相手は私だ。どうだ、乱入だったか。このまま進むのは難しそうね。迂回して敵の少ない南側を進みましょう。勝つということは味方に勝つことだが、俺はお前を超えられそうにないな。さあみんな行くわよ。終わりました。役に立たせて。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。任せるがよい。ここで私を救ってどうするんだ。一体何を企んでいる。あ、もうあなた死にたくないんでしょ。今は全力で生き残ることだけ考えてなさい。大地、光を。言われず抱きしめてあげる。むざむざ殺されるつもりはない。いいわ。その揺るぎない強さ、私も見習わせていただきたいものです。ハーデス、ロキ、お前もオーディンを救いたいな。奴から受けた痛みと屈辱忘れたわけではあるまい。忘れはしないさ。だが今の私にはそれ以上に大事なものがある。ロキが狙われている。すぐに戻らねば。ヘイン、大地よ、光よ。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。さあみんな行くわよ。かしこまりました。受けるがいい。なんと勇ましき敵か。その揺るぎない強さ、私も見習わせていただきたいものです。逃がしはしないぜ。
さあ、おとなしくオーディンを引き渡してもらおう。いくら兄の頼みといえど、これは聞けぬな。ここは力ずくで押し通らせてもらおう。いいぜ、お前たちの気が済むまであがくがいいぜ。どっちみち最後に勝つのはこの俺だがな。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。武勇とて引けは取らぬ。踊り続けて。七は脱したか。では説明してもらおう。お前たちの行動の意味。わかったわ。私たちもあなたに聞きたいことがあるの。さあ聞かせてもらおう。お前たちが私を救うなどという血迷った真似をした理由をな。ほう、随分と元気が有り余っているようだな。まあ聞け、我らにも事情があるのだ。実はな。つまり私はこれまでずっとハデスに利用され続けていた。そしてお前たちに救われなければハデスの手で滅ぼされる運命だったと。そう言いたいのか。信じられぬだろうが、その通りよ。ハデスはずっと待っていたのだ。お前から力を奪い、わしに牙を剥くその時をな。仮にそれが真実だとするならば、実に不愉快な話よ。お前たちの言い分、到底鵜呑みにはできぬ。だが、ハデスが私の魂を奪おうとした、その事実だけは確かだ。この命むざむざ奴にくれてやるわけにはいかぬ。お前たちと争っている場合ではないようだ。まずはハデスを撃つ。お前たちも同じ目的ならば、それもいいだろう。存分に利用してくれ。うん、それでよい。目的を同じくする間、ひととき休戦するとしよう。順調のようだな。わしがいるのだから当然か。止める方法についてみんなでもう一度整理してみましょう。ハデスはユグドラシルの中心部を手中に収めて力を吸収し、かつてない強さを手にしている。おそらく今も己の力を増幅させ続けているはずだ。先の戦いで皆も感じたと思うが、今のハデスは戦って勝ち目のある相手ではない。奴を止めるにはその力の源を抑えねばならぬ。力の源、ユグドラシルのことか。なるほど。お前たちが私を救ったのはユグドラシルの情報を得るためだったのだな。ええ、そうよ。オーディン、これはあなたの命を守るためでもあるわ。ユグドラシルの力を抑える方法を教えて。ユグドラシルの力を制御することはできぬ。その力を消し去りたいならば、核を取り出し滅ぼすより他ない。
ユグドラシルの核、それは一体。ミーミルの泉で目にしたはずだ。泉の中で輝いていたもの、あれこそユグドラシルの核、我が魂よ。オーディンの魂、あれが。ロキ、お前も知っていよう。かつて私はラグナロクで命を落としかけ、一度冥府へと赴いた。ユグドラシルはその際ハデスが私の魂に植え付けたもの、以来それを核として成長してきたのだ。我が魂を滅ぼすか解放するか、どちらかしか道はない。あれを止めるにはな。さあどうする。無論私の魂を滅ぼす選択をするのなら、お前たちから消すことになるが、今は皆で力を合わせハデス殿と対すべき時、不要な戦いは避けねばなりません。その通りだ。まずは魂を解放する道を探るべきだろう。何より今オーディン殿を討つなど義に反する。決まりね。それじゃオーディンの魂を解放する方法をみんなで考えることにしましょう。ガイア様、それならば私に心当たりが。実態を得る前、冥府でハデスの動向を探っていた時、興味深い神器を目にしたのです。それを用いれば、あるいは冥府の神器。ペルセウス、もう少し詳しく教えてちょうだい。神以外の者と共に戦場に立つことも増えたが、要塞、お前たち千人もそれなりの力を持っていることは理解した。お前たちの住まう戦界とはどのようなところか、少し興味があるな。奇遇だな。私もオリュンポスには興味があるのだ。機会があれば君たちの住まう天空の都で神を相手に修練を積んでみたいものだ。うん、我らオリュンポスの神と戦界の者たちとで修練を積むか、なかなか面白そうではないか。父上、聞いていらしたのですか。妖仙よ、そなたの願いを叶えてやろう。ただしこの異界でな。